行政責任を明確にし、国、都道府県及び都市間の行財政秩序の確立を図る等、その施策を強力に推進をしていく必要があると考えるのでございます。もはや議論の段階ではない、実行の時であると存じます。浜松市5人目の名誉市民平山白蔵さんが平成2年1月6日83歳の生涯を閉じられました。平山さんは昭和34年5月には浜松市長に就任され、連続5期20年にわたり浜松市の発展のために力を尽くされました。私が行政運営の理念としたものは総合福祉都市の建設と、こういうことだったんです。そのための20年間の数々の施策、それがそのまま浜松の歴史となったものと考えております。行政は将来計画を持ってすべしと、これが私は今までも考えてきたことでもあるし、そういう夢を実現させるための努力こそ、私は住民のために必要な行政制度であろうというように考えております。書画を愛された平山さんはよく自然との対話を楽しまれました。2月28日、平山さんの功績に報い、市民葬がしめやかに行われました。式場に当てられた市体育館の入り口では、霊前に捧げられる菊の花が一本一本手渡されました。葬儀委員長の栗原浜松市長と副委員長の高林市議会議長は平山さん宅に礼儀をお迎えに上がりました。12時55分、葬列は葬儀委員らに迎えられながら式場に到着。奥様にしっかりと抱かれた霊衣は祭壇に向かいました。そして霊衣は栗原葬儀委員長の手によりステージ中央の祭壇に安置されました。平山さんのご遺徳をしのんで黙祷が捧げられ、
続いて浜松与信女性コーラスにより詩歌が斉唱されました。引き続いて栗原葬儀委員長によって追悼の言葉が述べられました。今日まで大所高所からご指導を賜り、大先輩として敬愛申し上げ、長く指導を仰いでまいりましたあなたを失ったことは、私にとりましては大きな支柱を失った思いであり、身の震えさえ覚えました。生者失滅とは申せ、人の世の無常を嘆かずにはおられませんでした。誠に愛惜痛恨の極みであります。そして斉藤県知事の弔辞。平山さん、ありがとうございました。お礼を申し上げます。さようなら。友人を代表して白石信明さんがお別れの言葉を述べました。私は先生のありしの姿をはるか望むときに、時代より優れた人の姿であると感じざるを得ません。平山さんは明治39年、川和村、現在の西町にお生まれになりました。早稲田大学を卒業され、静岡県庁に勤務。昭和31年浜松市助役、34年浜松市長に就任されました。県西部浜松医療センターの開設、浜松医科大学の誘致、フラワーパーク、中央卸売市場、そして博物館の開設など、さまざまな事業を展開されました。浜松祭りでは自らたこ糸を操るなど、浜松っ子の心意気を示されました。平山さんはお年寄りから若者まで幅広い層の人たちとの触れ合いを大切にされた方でした。その気さくな人柄によって市民の皆さんから愛されました。私の20年の中で、とりわけて思い出のあるもの、また力を入れたもの、これはやはり東海道本線の高架事業であるし、また蓮の浜松の元ようなすものでありまして、これからの町づくりというものが、いわゆる浜松100年の体系であろうというように思うのでございます。さらに三方原台地を新しい農業地帯に生まれ変わらせる、それが三方原の用水の役割であったわけです。そしてまたそれは工業用水であり、生活用水でもあるのです。水こそ命の源であり、水はこれからますます大切な資源となっていくでありましょう。市政を預かる者のまず留意すること、これは治水であり利水なのです。この治水利水をひとときも忘れることのないように、これからも考えていくべきでありましょうと語っておられました。常に市民の中に身を置き、市政の先頭に立って活躍された平山さん。昭和54年、多くの人たちに惜しまれながら市長を退任されました。
昭和62年市政施行76周年記念式典の席上、浜松市名誉市民に推挙されました。市民葬は続き、弔辞を鈴木助役が、また弔電を玉里水助役が霊前に捧げました。浜松市消防音楽隊の追悼演奏、大瀬の詩が式場に流れます。そして遺族、来賓、葬儀員により献花が行われました。栗原葬儀委員長のお礼の言葉のあと、参列者全員が菊の花を捧げ、平山さんに最後の別れを告げました。常に浜松市政の発展のために貢献された平山さんの功績は、誠に大きく市民の誇りとして永遠に称えられることでしょう。